アルザス級戦艦とは、第二次世界大戦前に、フランス海軍が計画した戦艦。リシュリュー級3隻とガスコーニュ級3隻に続き、ドイツの Z 計画に対抗すべく計画された艦である。艦の形状は、リシュリュー級に順次、艦首から1番2番主砲塔2機を背負い式に配置し、クレマン層と同様に艦境と主砲塔の間に副砲塔を1機、 環境とマック式煙突の左右には連装広角砲が片弦6機ずつ計12機が装備される。煙突の背後に副砲塔を2機を後ろ向きに背負い、式配置し、後ろ向きの3番手法の順である。完備に水蒸気の格納庫とカタパルトとクレーンが設置されている。手法は、リッシュ流球と同様に1935年型製38センチメートル砲を採用した。 重量8 8 4キログラムの砲弾を最大行三35度で4万1 7 0 0ルまで届かせることができる。この砲を全球利子流球と同じく4連装砲塔に収めた。不要能力は行三35度、深く五度である。旋回角度は、旋回守備線方向を0度として1番3番砲塔が左右150度、2番主砲塔が156度の広い。 旋回角度を持つ、手砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分2.2発である。その砲威力は、第二次世界大戦での主要な砲戦の行われた、射距離2万メートル台ならば、原則走行393ミリメートルを、安や々すやすと貫通する優秀な艦砲である。 数軸国では、大和型戦艦を除いてこの方に耐えられる防御を持つ戦艦はなく、4連装12門という訪問数も、相まって仮想的のドイツ海軍の戦艦を火力において圧倒するものであった。これの他に38センチメートル4連装砲塔から40.6立方センチメートル連装砲塔に換装したプランも存在する。副砲は、軽巡洋艦。 エミール・ベルタンにも採用された1935年型 15.2cm 砲を採用した。性能は重量54から 58.8kg の砲弾を最大行角45度で 26,960m まで届かせることができる。この砲を三幻装砲塔に収めた。不要能力は行革75度、深く8.5度で、装填角度は 深く5度から行角15度の間である。旋回角度は、船体守備線方向を0度として中央部砲塔が左右175度、原則砲塔は左右150度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分後から8発である。降車砲は、 同じく新設計の1930年型 10cm 広角砲を採用した。13.5kg の砲弾を行四45度で 15,900m、14.2kg の対空榴弾を最大行角80度で高度1万 m まで到達できた。旋回と不行は電動と人力で行われ左右方向に八十度旋回でき、不行は行角八十度、 深く重度であった。発射速度は毎分10発だった。これを、船体中央部に間隔を空けて、片弦6機12門を搭載する。他に、広角砲の社会をカバーする役割として、計画時に1925年型落ち機ス 37mm 機関砲を、連装砲画で16機32門、1929年型 13.2mm 機銃を、 4連装砲がで16機装備する計画であった。機関配置は、フランス近代戦艦連統のシフト配置である。機関は、インドルスラ式重油戦勝水艦艦発機と、パーソンズ式、ギヤードタービン4機4軸を組み合わせ、最大出力は 197000HP で、計画速力は30ノットを発揮する計画であった。本級は、対抗艦士として、 ドイツ海軍のビスマルク級戦艦やイタリア海軍のビットリオ・ベネット級戦艦への対抗を念頭に置いて設計されており、高い重量計算と技術能力により手堅い防御力を与えられている。前述の4連装砲の採用により浮いた重量を防御装甲に回した結果、減速装甲は列強新戦艦の中では厚い部類に入る 330mm 走行を、 船体内側に15度傾斜して貼られ、防御範囲は水線上部3.3メートルから水線下2メートルまでの広範囲を守ることができた。水平防御も主艦パン装甲や複方弾薬庫上面が150ミリメートル、主砲火薬庫上面には170ミリメートル装甲がおごられ、さらに断片防御に機関区上面には40ミリメートルの断片防御装甲が貼られた。 また、水泉家区画内には、液層や空層に加えて、エボナイトムースと呼ばれる、弾力性充填剤が注入され、巨雷食来時の衝撃波と水圧をこれで受けて、被害を抑える狙いがあった。ありがとうございます。